ボシュエ司教像、イアサントリオーガ、ルーブル美術館像、ジャック・ベニー・ボシュエは、フランスのカトリック司教、神学者、レーグル・ドモーの故障がある。その説教と演説で、特に有名であった。著書に、哲学入門、世界史除雪、棺前説教集等がある。ウーブル、1852ディジョンの裕福な弁護士家庭の逸尾として生まれ、 八歳から聖職者となるべく学んだ。1650年から1652年にかけ、ヴィンセンシはパウロの下で学んでいる。1657年、メスにおいて王太后アンヌ・ドートリッシュを前に説教を行い、その結果、王の説教師を呼び助言者の賞賛を得て、宮廷へ入った。1670年から1681年まで、 同伴類の家庭教師を務めるなど王に交流された。1681年には、猛主教となり、プロテスタントを攻撃する一方、フランスカトリック教会のローマからの自由をめぐる、ガリア論争で雄弁を振るい、また静寂主義をめぐる論争では、フェノロンと論争して勝利し、モードワシと呼ばれた。晩年は、かつての婚約者、デビュー・ジョートの節度ある交友で知られ、 彼女に与えたパリ近郊のモレオンをたびたび訪れたという。ボシュエは、フランス教会の独立を擁護し、ルイ14世の宮廷説教師として、先制政治と王権神授説を支持したことで知られる。世界史序説では、神は国王を使者としており、国王を通じて、人々を支配している、国王の人格は神聖であり、彼に逆らうことは神を冒涜することであるという。 王権神授説を展開している。英語話者によく知られる募集への業績は、イングランド王妃、ヘンリエッタ・マリア、オルレアン皇爵夫人、ヘンリエッタ・アン、そしてガイコンデラの葬儀での3つの追悼演説である。ありがとうございます。